遠藤さん、大活躍でもテレビ放送ない理由がこれ。目覚ましテレビ派大谷さんの超速報オープン戦派やってたけど遠藤派スルー。この国じゃリバプール対マンシーで日本人が活躍しても、メジャーリーグのオープン戦以下の扱いなのか。テレビなんてそういうものだぞ。いい加減に気づけ。未だにテレビが日本って思ってるの老人だけ。映像使用の権利関係じゃないん。いちいち大谷が出てくるたびに過剰反応しすぎ。人気があると映像の利用料金が高い、金がない地上波は使わない、の流れかと。もう地上波には期待するなって損するだけ。プレミアの映像使うのめっちゃ高いし。今週の遠藤ぐらい派特集組んでやるべきだわな。大谷とまで配かなくても。今一番世間の注目と実力が乖離してる人だわー。